必殺技出しますよ。いきますよ。せーの、よいしょ。おお、突き上げてるけど、はまんない、はまんない。バトルスタート。おお、すごい。こんにちは、しゅんじです。今日はアニアエースシリーズの昆虫フィギュアを使ってバトルさせて遊べる昆虫バトルステージを見ていきます。で、これ箱がね、なんかね、思ってたよりちょっと小さいですね。エースシリーズのカブトムシのこの箱ねと、並べるとね、まあ、こんな感じとなってて、まあ、これよりかは大きいけど、そう、もっと大きい箱に入ってんのかと思ったら割とコンパクトな箱でしたね。このセット、なんとカブトムシシルバーバージョンにノコギリクワガタゴールドバージョンのこの2体が入ってるから、アニアの昆虫フィギュアを持ってない方でももうこれ買えばすぐにね、こうバトルさせて遊ぶことができるようになってます。で、箱の横にはアニアのエースシリーズのラインナップが書いてて、まあ、こんな感じ。新しいね、あ、虹色クワガタとかもね、ここに載ってる。で、くるっと回してセット内容が書いてますね。フィギュア2体、あと本体、あとアタッチメントパーツが入ってます。下の方にね、勝負の決め手はこれだとポイント書いてくれてる。ノコギリクワガタは顎を閉じて頭を上げてみよう。で、カブトムシは角を下げてみようってなってて、まあそうすることによって結構有利に働きやすいのかな。弱点を狙えって弱点がどこかわかんねえ。はい。で、角が上がらないように鼻先をめがけて突進ってね。まあこう、飛ぶのこれ飛ぶのやられちゃったら飛ぶの、ぶちかませ。レバーを押したままぶつけてもぶちかませないぞってなってて、どういうことだろうね。ちょっとやってみないとわかんないですね。それでは取り出します。バトルステージの本体取り出せました。では、シールがね少しだけあるんで貼ります。バトルステージにシール貼れました。こちら全長が約24センチで、もうパッと見てわかる通りもう木のデザインとなったバトルステージになってて、可愛いですね。可愛らしい形になってる。で、アニアのシール、あとこの葉っぱのね、このシールをペタペタとこの周りに貼って可愛らしくこう飾ってますね。はい、反対側こんな感じで、で、レバーはね、これね1個しかないんだ。なんかこう両サイドにあってこうやってね戦わせるのかなって思ったんだけど違うみたいで、ここをレバー持ってこうやってね動かすことができるようになってて、あと回せんのかな、回せない、あ、押せてね、傾いてるね。はい、ま、で、あとこちら側にこうまた、もう一体のフィギュアをセットするようですね。昆虫フィギュアをね挟むアタッチメント、まあ、これね、あの、クワガタのこのね、大顎みたいな感じになってて、こうギザギザになってる。挟まれたらこれも痛そうですね。バトルステージのここですね、ここに差し込みます。もう一個端っこにあるね、この丸い部分に差し込みます。これでバトルステージの準備整いました。ではちょっと一旦置いといて、セットで入ってるゴールドにシルバーのレアカラーの昆虫フィギュアを見ていきます。まずはシルバーバージョンのカブトムシなんですが、綺麗な色、やっぱねシルバーだとちょっとねメカっぽさが出ますね。で、全長が約8センチで、通常のエースシリーズのカブトムシと、はい、並べるとね、なんか多分ね大きさは同じだと思うんだけど、なんかちょっと大きく見えますね。通常のカブトムシよりね、なんかちょっと大きく見えて、シルバーの単色カラーとなってて、で、胸部が動くようになってて、あと、この、下からこうグッと伸びたね、このカブトムシのかっこいい頭角ね、ここが、稼働するようになってますね。で、大きな目、複眼があってね、もう形はエースシリーズのカブトムシと同じとなってますね。まあ、今年からね、カブトムシ実際に買ったっていう方もね、いらっしゃると思うんで、よかったらこう並べてね、見てくださいね。これよくできてますね。2体目は、今月ね、エースシリーズで出たばかりの、ノコギリクワガタのゴールドバージョンとなってて、こう状態ちょっとこう起こしたね、形がかっこいいんだけど、同じだよ。はい、こうちょっと状態起こしてるの同じでしょ。
で、形は同じで、もうこれもね、色が違うのみとなってるんだけど、いや、なんかね、すごいね、これゴールドってやっぱ面白い色になってるな。ノコギリクワガタはこの大顎が稼働するようになってて、これに挟まれると、痛いんですよね。で、下から見るとね、こんな感じとなってて、で、こちら、胸部もね、稼働するようになってますね。セットで入ってた昆虫をバトルステージにセットしますね。アタッチメントのこのアームをね、開けて、で、この間に、はい、ハサミ、フィギュアをね、挟み込むように、はい、ここにセットして、レバーを前後に動かすと、あ、これね、前後にまっすぐ進むんじゃなくて、ちょっとこう震えた感じ。いや、これ面白いな。この動きがすごい。レバーを押すと、突き上げ必殺技ができるようになってる。反対側にゴールドバージョンのノコギリクワガタをセットします。はい、ここに挟み込ませて、シルバーバージョンのカブトムシ VS ゴールドバージョンのノコギリクワガタバトルスタート。これ、あ、すげえ、こっち側のノコギリクワガタも、これレバー動かすと、横に左右に動くようになってるんだ。はい、ではもうちょっとこう奥の方まで行きましょうか。おー、おー、頭角下からこう、差し込んでる。で、差し込んだ後に、こうレバーをぐっと押し込んだらいいみたいで行きますね。必殺技出しますよ。行きますよ。せーの、よいしょ。おー、突き上げてるけど、はまんない、はまんない。え、これ結構難しい。おー、カブトムシのこの角のこの持ち上げで吹っ飛んでいきました。この一番端にセットした昆虫はなんかやられっぱなしにならないのかな？え、もう一回やってみますね。多分、こっちの方が有利じゃない？動いてる方が。おー、やっぱそうなるよね。今度は逆にちょっとしてみますね。ノコギリクワガタを今度こちら側にはめると。バトルスタート！今度はノコギリクワガタがこう押し出す方ですね。で、今前後に動かしてるだけで、うん、これ進展ないな。で、今度はこれね、持ち上げいきますね。大顎で持ち上げ。大顎での持ち上げ。これ絶対動いてる方が有利な気がするんだけど、どうだ？ん？当たんないね。ちょっと待った。大顎閉じます。大顎閉じて、3、あ、お、勝負が決まんない。必殺技が入らない。これ大顎がね、中に入んないんで、こうスカってるもんね。バトル相手チェンジ。今度はヘラクレスオオカブト、バトルスタート。すげえ、もうこの前後だけでなんかいけそうな気がするんだけど、あ、でもやっぱ持ち上げがないと無理か。お、これどうなる？当たんない。あ、これかな。おー、ダメだ。こうだ。はい。あ、おー、いけた。やっといけた。ちょっとこう下の方傾けた方がいいですね。次はヘラクレスオオカブト VS コーカサスオオカブト、バトルスタート。突き上げて、よいしょ。当たってるかな。当たってるけど、勝ったのはコーカサスオオカブトなんだけど、やっぱりね、この動く方が強いよね。こっち一回も勝ってないもんね、まだ。次はコーカサスオオカブト VS 五本角のカブト、角がいっぱい対決ですね。バトルスタート。これはね、勝負決まんない。おお、勝ったのは五本図の兜です。右にセットしたのが一回も勝ってない。次はね、五本図の兜 VS 綺麗な色の虹色クワガタの、今月出た最新昆虫フィギュア対決ですね。バトルスタート。お、一瞬めちゃめちゃ強い。さっきのバトルに圧勝した虹色クワガタ VS 大顎が長いギラファノコギリクワガタ、これはかなり有利じゃない？前長いから、なんか勝ちそう。まあ、こっちが有利だけどね、こう動く方がね。あー、やっぱり、うん、左だね。もう左が絶対勝つ。
今度ギラハノコギリクワガタ VS 大顎がかなり短い平田クワガタ、これは結構不利じゃない？バトルスタート。当たってないか、これ。立ち上げこの平田クワガタのこの状態を起こしてるのがめっちゃ可愛いな。ダメ、引き分け、引き分けですねこれ。最後にアニアキングダムで登場するヘラクレスオオカブトこと雷丸、バトルスタート。おお、すごい倒し方、めちゃかっこよかったね。最後にもう一戦だけ同じヘラクレスオオカブトで戦わせましょう。バトルスタート。一瞬すぎる。位置を逆にしたらまあ、どうなるかもう一回ちょっとやりますね。バトルスタート。あ、やっぱり左側がね、勝つね。まあ、いろんな種類でこう何回かね、バトルさせましたけど、右側がね、一回も勝ってないから、もうこっちが勝つって分かっちゃうとね、これちょっと面白みに欠けちゃうかな。端にセットしたフィギュア、このレバーを動かすと、もうちょっとこう、勝ち上げとかね。まあ、そういった動きなんかあると、こう、勝敗がどっちに転ぶか分かんないから、なんかね、ちょっとね、これだともう左側がやっぱ絶対有利だと思うんで、そう、バトルにちょっとね、物足りなさが出ちゃうから、もったいないなぁ。もう、すごい楽しみにしてただけに、こっちもたまに勝つようにしないと、ちょっとね、物足りなくなっちゃいますよね。で、僕ね、初めてこれね、二人でこうやってね、遊ぶのかなって思ってたんだけど、もうこう一人用になってるから、まあ一人で遊べるっていうのはね、いいんだけど、やっぱりもう少しね、こう、どっちが勝つのかわかんないようなステージに、ちょっとして欲しかったですかね。まあ、すごいね、楽しみにされてた方もいらっしゃると思うんで、まあ、よかったらぜひ参考にしてください。はい、ということで今回はこの辺で、もしかしたら僕ね、ちょっとこのセットの仕方が悪いとか、なんかね、こっちが勝てるようなやり方あるのかもしれないんで、なんかこう知ってる方いらっしゃったらぜひね、コメントで教えてください。あと、高評価ボタンも皆さんよろしかったらポチッとよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。